フルエアヤカが、米国で開催されたミズホアメリカズオープンの最終日に、1、2からスタートし、5バーディーと2ボギーの69を出し、通算7アンダーの4位で大会を終えた。これで、3戦連続でトップ5に入る好成績を収めた。佐藤優香も70のスコアで回り、 通算6アンダーの7位に入った。いつ見ても力をもらえるね。コマーシャルで中島さんと古江さんのスロー。スイングを見比べている。こちらは歳もスイングも中島さんより。でも気持ちは古江さんより。さらなる高みを目指して頑張ってやったね。16番は 残念でしたが、最後のバーディーは素晴らしかったし、今日もパッドが冴えていましたね。4位追は立派でした。しかし、プレイオフの末優勝したローズちゃんさんもすごいね。負けずに頑張りましょう。このくらい、ベイツアーで男子も参加してほしい。男子日本ツアーの皆さん邪魔しないで。 協力してほしい。男女とも、米国ツアーで、じゃんじゃん活躍する。そんな風になって、ほしいね。US 全米女子プロゴルフ協会のサイトを見ると、RACETO シカゴマーカンタイル取引所グローブシーズンの欄で、1JIN は EO1GKO、2リリア VU、3アヤ KAF 類、 4n エリーコルダ 5G or GIA ホール現在、マジで古江ちゃんが日の丸輝かせていますお疲れ様でした考え方がプロフェッショナルですね日本人の誇りです古江さんの優しい人柄がよく現れていて冠スポンサーが泣いて喜ぶようなコメントですね すごいです。おめでとうございます。頑張りましょう。応援してます。スポニチアネックスさんよ。リーダーボード確認して記事書いてるの。3KOR。HAE 乱流。280-8。T4JPN。綾や AFLE。281-7。4位タイだよね。 誰かが失格したのかと思ったよ。笑い。米国女子ツアーのバンク・オブ・ホープ全米女子プロゴルフ協会マッチプレーが終わり。最新のシカゴマーカンタイル取引所グローブポイントランキングが発表された。ローズ・チャンは今大会でプロデビュー戦部位を成し遂げ。500ポイントを獲得。 古江彩香は、今大会で4位タイに入り、6位から3位に浮上した。日本勢2番手からは、畑岡奈紗16位、佐藤優香30位、渋野ひな子48位と続いている。ツアールーキーの西村優菜と勝み南は、それぞれ79位、88位につけた。 最終的に80位までに入った選手は、翌年のシード権を獲得し、81位から100位までの選手には限定的ではあるが出場権が与えられる。安定感の震え選手とは言われるが、彼女が勝負に出た時の狭いサイドからのピンを刺すショットは、非常にわかりやすく面白い。最終日のインは、特に優勝を意識しての攻めのゴルフ。 シカゴマーカンタイル取引所ランキング3位にふさわしいプレーの数々。昇進正明全正米女子プロゴルフ協会のトップランカーですね。世界ランキングはまだ17位ですが1勝すれば一躍トップ10というところまで平均点も伸びてきています。旗を下選手もこのままでは終わらないと思いますので、年内2人がトップ10に入ることを期待します。 優勝した昨年のスコティッシュオープンと同じく、今年の上位フィニッシュは全て最終日の追い込み。それはそれですごいのですが、ファンとしては3日目の上位進出からの優勝争いが見たい。それで優勝したら最高です。応援しています。頑張れ。古江や,やか。 シカゴマーカンタイル取引所ポイント日本人選手を整理すると3位フルエ1140.708パーティシペーション16位畑岡586.450パーティシペーション30位佐藤385.878パーティシペーション48位渋野225.133パーティシペーション 79位西村113.995パーティシペーション88位勝つ96.925パーティシペーション全米女子プロゴルフ協会ツアー出場3試合連続トップ5を記録中の古江選手ジャンプアップがすごくトップを伺う最近の強さですこの後メジャーもあり 順位も大きく動きそうで。日本人選手の今後の活躍、大いに期待したいね。古江選手。シカゴマーカンタイル取引所ポイントランキングトップ3入りはすごいことです。賞金ランキングは4位。ツアー2年目にして、早くも全米女子プロゴルフ協会を代表するトッププレイヤーになりましたね。今季は、 毎試合トップ10入りを期待して応援しています。この先メジャーも控えていますが、去年とは、一味違った力強いナイスプレーが見られそうです。今の流れに乗って、ツアー2勝目とメジャーでのトップ10入りを期待しています。by ふるえ応援団長、ふるえさん、ランキング3位は、すごいの一言。 現時点で昨年の80位のポイント数380ポイントの約3倍を稼いでいる。メジャーで活躍してランキングトップになってほしい。チャンには驚いた。初戦で優勝。それもベテランみたいな落ち着きとあんて。なんでこんなことが可能なのか。しかしこれが続かないのがゴルフなんだな。 古江さんの3位もすごいが、西村さん79位、勝さん88位の方が気になります。次のリランキングは7月末でしょうか。2年目で適応力もそうだけど、今現在3位とはなんかすごい。古江彩香が好調である。彼女は水穂アメリカズオープンで4位タイに入り。 米女子ツアー出場3試合連続でトップ5を記録した。これは、日本人選手では、4年ぶり6人目の快挙である。古江以外に出場3試合連続トップ5を記録している日本人選手は、樋口久子、岡本彩子、宮里愛、宮里美香、畑岡奈紗という面々である。全員が、 米女子ツアーで勝利を挙げている。古江が米女子ツアー参戦2年目でこのような成績を収めたことは、強調しておきたい。古江以外の選手では、畑岡が3年目、宮里愛と宮里美香が4年目、樋口と岡本は7年目だった。3試合も続けてトップ5に入る安定した成績を残すには、 日本を代表するような選手たちであっても、米女子ツアーでそれだけの経験が必要だったということ。しかし、2年目の古江はシーズン前半にそれをやってのけた。連続試合トップ5を4試合以上2まで伸ばしている選手は2人いる。答えはイエスで、岡本と宮里愛である。岡本は、 1987年の4月から6月にかけて6試合連続トップ5を記録し、また、1987年終盤から88年にかけて、5試合連続でトップ5に入っている。宮里愛は、2009年に4試合連続をマークし、エビアンマスターズで米女子ツアー初優勝を飾った。 日本人選手が米女子ツアーに参戦する際には、様々な環境の違いに対応する必要があります。その中でも、コースに慣れることが大きな壁の一つとなっています。初めてのコースが多い一年目は、対応に苦労することが多いようです。古江さんの活躍に脱帽を足す。米ツアー参戦当初は、 飛距離やうんうんで厳しいとの声が多数でした。実際、序盤は予選通過しても会にいることが多かった。だけど、着実に経験を力に変えて技術を上げ続けてきてる。意外にモンスターだったのはこの人だったのかという感じです。支部のファンの自分ですら、古江選手の成長にワクワクします。また、 楽しみが一つ増えましたよ。ここへ来ての活躍は、抜群の安定感に支えられた見事なものと考えます。前週5日間で7ラウンドを6勝1敗で終えて、時差3時間分の長距離を移動した後、中3日で4日間の大会をトップと2打差の4位タイで上がるとは、超人的と思います。西村選手は、 別にして、多くの選手に比べ、身長差で15センチちょっと、ドライバーの飛距離で20ヤード前後の差がありながら、シカゴマーカンタイル取引所ランクでは、なんと3位に浮上し、次戦は出場144人中、最上位での出場となりました。もしこの大会で単独に、以上、 になればランキングでトップとなります。